さて今週の気になる車ですが、はい、ジャスティが並んでいますね、はい、あ、ひときわ目を引くカラーがありました、はい、今回はこちらのジャスティにします、はい、早速ですがグレードから教えてください、はい、こちらのお車ですがジャスティのカスタム R スマートアシストというグレードです。では場所を変えて詳しく見ていきましょう。というわけで今週の気になる車はジャスティです。早速評価書をご覧ください。内装星2つ半、外装星3つ、総合評価で5点です。ではじっくりと見ていきましょう。なかなかの高評価ですね。はい、さて堀込さん、早速ちょっと私目を引いたこのボディカラーですね。これ何色になるんですかね。そうですね、こちらはゴールド系のボディカラーになってます。うん、なるほど。そして今回のジャスティですね、まあ、コンパクトカーですよね、はい、おすすめのポイントとしてはどんなところになりますか。そうですね、まずこちらのジャスティグレードがカスタム R というグレードなんですけれども、はい、専用の、うん、フロントのバンパーであったり、はい、アルミホイールであったりというので、うん、どちらかというとかっこいい装備の一台ですね、うん、なるほど、かっこいい装備の一台ということで、ではいろいろと伺っていきますが、まずジャスティということで、はい、まあ、パワースライドドアがついてるんですよね。そうですね、こちらの車に関しては、左右のパワースライドドアがついております、うん、ドアを握るところに黒いボタンが、はい、あるかと思いますが、こちらのボタンを押していただくと、はい、スライドドアが開きますので、うん、まあそうですね、荷物で手が塞がっている時など、うん、安心ですね。なるほど、はい、そうですね、以前も確かジャスティはご紹介させていただいたこともありましたが、中が非常に広いんですよね。そうですね、座っていただくと分かるかと思いますが、うん、はい、やはりですね、その座った時のヘッドクリアランスと言われている、うん、はい、まあ頭上の空間がやはり広くできてますので、はい、余裕といいますか、はい、ゆとりを持って運転することができますし、うん、やはり室内が広いということであると、何かじゃあ大きな荷物を積みたいよという時でも、うん、はい、まあそうですね、安心して積むことはできますね、うん、シートアレンジでシートを倒せばまた大きな荷物も積み込めて、はい、そうですね、非常に多用途性にも富んでいるということで、はい、あと今回は装備が充実しているということでしたので、はい、まあ、オプション装備などもちょっとご紹介いただいてよろしいですか。はい、こちらのお車ですが、まずフロントバンパーですね、はい、フォグランプのところがメッキになっているかと思いますが、うん、こちらはフォグランプガーニッシュという純正オプション品にまず変わっております、うん、あと次に外装ですね、はい、こちらワイドバイザーがついておりますので、はい、まあ、雨の日、うん、ちょっと窓開けたいよという時には重宝するものの一つですね、うん、はい、で今度は室内に行きますが、はい、パイオニア製のワイドエンドの7インチのナビが取り付けられております、はい、そちら と、今度後ろですね、うん、荷室のところになるんですが、はい、トノカバ、うん、ラゲッジカーペットマットが取り付けられております、うん、今伺っただけでもかなりのオプションの装備などもついておりますけれども、はい、じゃあそろそろちょっと車内も見せていただいてよろしいですか。はい、失礼します。では失礼します。ではジャスティンの車内に乗り込んでみました。インテリア見てみますと黒を基調としておりますので、非常に落ち着いた雰囲気ですね、はい、そしていろいろと伺っていきたいところもありますが、先ほどオプションでご案内もいただいたこの中央のナビですけれども、どんな機能のついたナビなんでしょうか。はい、こちらはテレビもそうですし、Bluetooth オーディオも接続ができます、はい、で、まあ、ナビなんですけれども、はい、こちらの車パノラミックビューモニターというものが装備されておりまして、はい、まあ車のいろいろなところにカメラがついていますので、うん、まあ、視認性がしやすいということなんですよね。なるほど、はい、ちなみにそのパノラミックビューモニターですけども、これは操作はどのようにすればいいんですかね。はい、まずですね、ナビの一番右上のボタン、はい、カスタム
というボタンがあります、はい、このそちらを押していただいていいですか。はい、このカスタムメニューというボタンですね、はい、これを押すと、あ、二分割の画面が出てきました。はい、前面と、あと左側がこれは、ね、車が上から見た、はいはい、映像ですね。うん、で今度ですね、その画面がですね、切り替えることができるんですけれども、ちょうどシフトレバーの下側にビューというボタンがあります、はい、うん、そちらちょっと押していただいていいですか。はい、失礼します。よっ、切り替わりましたね、はい、今度は、右の、はい、側面、はい、左の側面ということで、うん、拡大画面が出てます、うん、はい、じゃあもう一度押してもらっていいですか。はいはい、今度はですね、フロントの、うん、映像が出ますので、今度こちらに関しては何て言ったらいいんですかね、交差点の見えづらい、うん、そうですね、場所等では、うん、信任がしやすくなってますね、うん、はい、なるほど、本当にいろいろな角度、本当見づらい死角になっているような場所をしっかりと映してくれますので、本当に車庫入れとか、はい、そういった場の時では本当に重宝しそうですね。そうですね、他に安全装備などございますか。はい、こちらのお車ですが、スマートアシストが搭載されています、はい、フロントガラス見ていただくと、はい、四角い箱があるかと思いますが、うん、こちらにですね、カメラが搭載されておりますので、まあ、車線ですとか、はい、歩行者等を認識 してくれます、うん、いや本当にお話伺ってみて、荷物も、まあ、コンパクトカーでたくさん詰めて、そして安全装備も充実してますし、はい、非常に魅力的な一台ですね。はい、では堀米さん、この車の詳細情報を教えてください、はい、平成28年式、走行距離はおよそ8000キロです。車検は31年11月までついております。それでは気になるお値段もお願いします。消費税込み153万4000円です。なお、諸費用およびリサイクル料金は別途申し受けます。10号車、今週の気になる車、ジャスティカスタム R スマートアシスト CVT、 お値段は153万4000円となっています。詳しくは電話番号 0276-45-3933 カースポット大田までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いいたします。